皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、水中毒って知ってますか？水中毒っていうのはですね、その別にその水の中に危険な毒素が含まれているとかっていうわけじゃなくてですね、水を大量に飲むことによって血液中のね、ナトリウム濃度がね、極端に低下してしまうことによって起こります。ナトリウム濃度って、まあ、塩分濃度やから下がることは別にええことやがなってね、まあ、糖尿病とかやったら下げなあかんがなって思うんですけども、まあ、今回はそういう話ではなくてですね、ナトリウム濃度が低下することによっての危険性と予防のお話をします。その水を大量に飲むことによって血液中のナトリウム濃度が極端に低下してしまう、まあ、このことをね、低ナトリウム血症といってですね、水中毒の症状が出る基盤となります。その大量の水を飲んだ後にですね、手足がビリビリとしびれたりとか、その皮膚を押して跡が残るようなむくみが出た場合などっていうのがね、まあ、危険信号の、ね、目安となります。ほんでこれがひどくなってしまうと、激しい嘔吐やね、尿失禁がね、起こります。怖いですね。で、今この時期にね、暑いからってね、水だけを大量にガーって飲むとね、その血液中のね、塩分濃度が低下してしまうんですわ。そしてそんな時っていうのはですね、その汗で塩分がこうふわーってこう出ていってしまうので、余計に水中毒になってしまうことがね、考えられるんです。その汗で塩分が出ていきすぎてるっていうことは、もうそれって今の時期やし、熱中症と何が違うねんってね、思えるんですけども、またこう違うんですよ。その熱中症の場合はね、汗をかいた結果、ナトリウムが汗と共に皮膚表面に出てね、失われていきます。で、汗を舐めるとですね、塩辛く感じますし、汗をかいてそのまま放置してるとですね、皮膚に塩の結晶みたいなね、状態が見られます。でその結果、血液中のナトリウムがね、不足する状態が起こります。一方でそのね、水中毒の場合はですね、そのこれまでのその血液内のね、ナトリウムっていうのは変わらないんですけども、水で薄められた結果、低ナトリウム血症となるんですよ。まあ、分かりやすく言えばですね、その味噌汁にね、ただお湯を入れれば、まあ、味、特にね、塩味がね、薄くなるでしょう。だからね、体の場合はね、その汗をかいて、その塩分が少なくなった状態にね、さらに水だけを飲んで、さらに、もう体の中でその薄めている状態になっているということなんですよ。だからね、体に本当はね、今塩分が必要なのに、水分を取ってしまって、余計に必要な塩分が足らなくなってしまうということなんです。そもそも水中毒って僕はそんなにね、聞いたことがなかったんですけども、まあ、世間一般ではね、そんなにその頻繁に起こっている症状なんかなと思って、ね、ちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、まあ、通常はあんまり起こってないみたいなんです。しかしね、その熱中症かもってね、感じでね、その意識がああって朦朧としてきてですよ。そんな状態やったらね、あ、水飲まなと思ってね、水をひたすら飲んだ結果ですね、その水中毒が起こってくるという結果になることはあるみたいなんです。まあ、それやったらやっぱりこの暑いね、夏場に多くなってくる症例の一つやからは注意せなあかんのかなと思うんですけども、実はね、あるところではね、季節関係なくですね、発症してしまうことがあるんですよ。それはサウナなんですよ。驚きますよね。僕は最初聞いた時びっくりしました。そのね、よく汗をかくこの夏場のならね、その考えられることなんですけども、サウナってよう考えたら同じことが起こってますよね。同じことが体で起こってるんですよね。サウナでね、我慢してたくさん汗をかいた後の体っていうのは塩分を失った状態なんです。そんな状態ならね、まあ、すぐに水分を取りたい上に、まあ、キンキンに冷えたね、水はね、最高なんですよ。もう体がめっちゃ熱くなってるんでね、水をね、冷たい水をね、飲みたいもんなんです。でもあまり急激に飲むとですね、その体が薄まったお味噌汁状態になってますので、そのことをね、忘れてたらね、やっぱ水中毒になってしまうわけなんですよ。特にビールなんて危険ですよね。水で水中毒になってしまうのに、その水じゃなくて、ビールを飲んで、アルコールでね、余計にその水分をね、失ってしまいますし、またね、余計違うことにもなってきますんでね。では、この水中毒っていうのは、どのくらいの量の水を飲むと起こってしまうんでしょうか？どれくらいの水を飲むと危険なんでしょうか？これも調べたんですけどもね、実はこれにはですね、必ずしも明確なね、基準はね、ないんですよ。ないらしいんですよ。
でも低ナトリウム結晶のことを気にかけて、まあ、なかなか気にもかけれないんですけども、まあね、頭痛とか吐き気とか疲労感をね注意することがね大切なんです。でもほんまにこれだけ聞いたら熱中症と似てるやんけって思いますよね。じゃあほんなら水中毒にならないためにはどうすればいいんでしょうか。そりゃ水も生命を維持するためには必要なんですけども、水だけの飲み物じゃなくてこまめな電解質入りのスポーツドリンクのね摂取がねベストと思われます。スポーツドリンクですよ、スポーツドリンクね。でも皆さんこの時期やからですよ、この時期やよく汗をかいた運動の後やからこそスポーツドリンクが推奨されているわけであって、まあ、普段からのね飲み物としてスポーツドリンクをガーッて飲みまくってたら、これまた逆に塩分濃度が高くなってしまって糖尿病とか危険な目に遭いますのでね。あとまあその他にはですね、塩飴とか梅干しなどが効果がありますね。塩分をねこうちょっと取れますんでね。まあ僕はそのスポーツドリンクもね、梅干しもね、塩飴もね、あまりこう食べられない体なんで、普段のねご飯の流動食の中にねちょっとずつね味付けを濃くして、ちょっと塩分濃度を高くして、そのまあ僕も普段家におってもね汗かくんで脱水症状とか低ナトリウム結晶にならないような努力は始めました。ほんでね、まあ、先ほどのスポーツドリンクなんですけどね、そのスポーツドリンクのようにあまりにもその高濃度のナトリウムを含むね飲み物をねいっぱいいっぱい飲んでいるとね、逆にね喉が渇くんです。今度はつまりですね、もうすでにね塩分がね通常になったから、今度は体が通常の水分を欲しがってしまうんです。水をね欲しがるってことは、今度はナトリウムの血中濃度を一定に保とうとする働きが起こるんです。例えばその海に行った時のことをね想像してもらいたいんですけどもね、まあ、海水、つまりその高濃度のナトリウム水をね飲み込んだとしましょう。海水ね、海水を飲み込んだとしましょう。そうすると後にめっちゃ喉乾きますよね。ほんなら水欲しくなるじゃないですか。極端ですけどね、それと一緒のことなんですよ。これは体にとってそこそこ危険な状態であることが分かりますよね。なのでまあそのこの時期やね、まああんまり外に出てるの運動は控えた方がいいんですけど、まあ普段よりもね比べてめっちゃ汗をかいたら、水だけじゃなくて手軽にスポーツドリンクをさらっと飲んだ方がいいよってことをね、その頭の片隅にね置いといてください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。